スポーツチャンネル日本プロ野球こんにちは緊急大谷翔平の二塁打に5万人の観客が熱狂生まれて初めてショックを受けた大谷翔平試合後インタビューであぜん一平のことは忘れろベッツ大谷フリーマンのトリオに米国メディアが震撼ドジャースとカーディナルスの試合に焦点を当てて特にドジャースのピッチャー大谷翔平選手の活躍に注目したいと思います大谷選手は 2番指名打者としてこの試合に参加し3打数2安打1支球の成績を残しましたね彼のパフォーマンスは常に期待を超えるものがあります初回の打席では無視1塁のチャンスで元ジャイアンツのマイコラス投手と対峙。彼のチェンジアップを見事に捉えて右方向への2塁打を放ちましたただ2塁と3塁の間でのアウトとなってしまったもののその後の展開に貢献しましたそして、3回のの2番目の打席では、 一死で見事な四球を選び5回の3番目の打席では再び壊滅的な二塁打を放ちました大谷選手は NHK のインタビューで勝てて本当に良かった打席で落ち着くことができたのでそれが良かったですねと試合の勝利と自身のパフォーマンスに安堵の表情を見せましたボールがよく見えていて比較的打席で落ち着いているので明日も良い方向に切り替えて頑張りたいと前向きな姿勢を示していましたねドジジャースタジアムには この日5万2667人のファンが詰めかけました大谷選手は敵としては恐ろしいが味方なら頼もしいそんな大勢の人に応援してもらえて打席に立つたびにやる気が湧きますとファンへの感謝を表しましたその言葉からは大谷選手がファンのサポートを力に変えていることがうかがえますねスタンディングオベーションを送るファンに対してこんなに多くの人が観戦に来てくれることは本当にやりがいがあるバットを握るたびに そのの応援が励みになりまますと感謝の意を述べましたドジャースの打線が見せた圧倒的なパフォーマンスについてアメリカの記者やメディアからも驚きの声が上がっていますドジャースネーションのダグ・マッケイン記者はトップさんがムーキー・ベッツ大谷翔平フレディ・フリーマンとは不公平に感じるけど素晴らしいとコメント歴史に残る素晴らしさを目の当たりにしたと興奮を隠せませんでしたねドジャースインサイダーもムーキー大谷 フリーマンのトリオは2024年も素晴らしい活躍を見せるだろう大谷の死球ベッツのホームランに続きフリーマンが1番を打つだろうと報じています USA2DAY のボブ・ナイチンゲール記者はドジャースの打線はショーを見せつけたと評価 MLB 公式のドジャース担当記者ファントリビオもドジャースタジアムでのチェッカーボード野球は素晴らしい状態だと報告していました試合後のフィールドインタビューでは クリーマン選手がベッツと大谷の前での打順についてコメント。とても楽しいです。1番から9番まで、みんなが今日はベースに出ました。この調子が続けばいいなと思いますと、チームの団結力を強調しましたね。大谷選手がドジャースでの初戦から、チームの一員としてすぐに独立して行動し、その柔軟性を見せつけたことに本当に感心しましたね。通訳との距離も近く、チームにすぐに溶け込んだようです。 打撃能力についてはまだ向上の余地がありますが、ナショナルリーグのピッチャーに対してより多くプレーすることで、長打も増えるでしょう。5万人を超えるドジャーススタジアムの監修は、大谷選手のアドレナリンを刺激したようですね。ドジャースの打線も、本当に素晴らしい。アナハイムとは異なり、ここでは大谷選手があまり目立たない、というのも良い点です。ただ、 DH として他のスター選手のように守備の機会がないのは少し残念ですがそれでも大谷選手はチームの一員としてダイナミックにプレーし勝利に貢献していますドジャースでの大谷選手のエンターテインメントの仕方がエンゼルス時代とは異なり初戦でそれを学んだと感じますドジャースのチームの密度はエンゼルスとは全く異なるものがありますね対戦相手にとっては 精神的な強さや神経を2倍も使わせることになるでしょう。そして大谷選手にとっても、プレッシャーや警戒心が分散されたことで、以前よりもずっと楽になったのではないでしょうか。彼のスイングを見る限り、普段通りにやれば結果は自然とついてくる、そんな風に感じますね。とにかく、ドジャースの試合を見ることは、大きな安心感を与えてくれて、楽しいです。エンゼルスにとっては暗い月曜日かもしれませんが ドジャースににとってはまさに黄金の日と言えるでしょうドジャースの試合といえばトップオーダーの1番から3番までのバッターに注目が集まりがちですが今回はそれ以外の素晴らしい活躍に焦点を当ててみたいと思います。例えばヘイワード選手の見事なスライディングキャッチやアウトマン選手が少し遅れた三塁ゴロを足で処理してのヒットさらにはフリーマンから空振り三振を奪ったパランテ選手の活躍は。 宇宙間方向への強いい意志を示していましてまたねそしてグラスノー投手の素晴らしいピッチングも忘れてはいけません特にホームランを許した後のゴールディの次の打席でのピッチングは見事でしたティーヘルナンデス選手が二塁打を放ち次のアウトマンの内野ゴロでホームを駆け抜けたシーンも印象的でしたチーム全体としても素晴らしいパフォーマンスで空振り三振を取るなどスミス選手やマンシー選手をはじめ 多くの選手が好調を維持しているようですカーディナルスの若手ビクター・スコット選手も注目ですねマイナーリーグでの盗塁数と成功率が目立っていましたが彼が走ると分かっていてもその速さを見せつけられるシーンがありましたまるでロイヤルズ時代のダイソンやビリー・ハミルトンのような速さですよねスコット選手のこれからの活躍にも大いに期待が集まりますベースランニングに関する一コマです 試合中ある選手の走塁が少し鈍かったシーンがありましたその場面でもしかしたらムーキー・ベッツ選手を起用した方が良かったかもしれませんねベッツ選手の足ならその場面で間に合った可能性が高いですからね実際にアウトと判定された後、その選手はベンチで三塁コーチと話をしていました二塁を曲がる前には元気な様子だったのに二塁を曲がった後しばらくコーチの方を見ていなかったみたいですね シーズン初旬にこんなミスに気づけたのは結果的に良いことだと思いますチームや環境コーチが異なる中での出来事でしたしミスはミス大切なのはその後きちんと話し合うことですね特に韓国での試合で大谷選手とベッツ選手の間で走塁の誤解があったようです大谷選手ならできるそう思ってもベッツ選手が動かなかったので その点は早急に修正が必要でしょうね。とはいえ、私たちファンとしては、大谷選手が野球をしている姿を見られるだけで幸せです。ビデオ映像からは三塁コーチの指示が確認できませんでしたが、タイミング的にはベッツ選手がホームに帰れた可能性があります。ベッツ選手はアウトカウント、イニング、打順などを考え、無理をしない判断をしたようですね。一方で大谷選手は 自分の能力を最大限に発揮しようと考えていたのかもしれません誰かの責任だと言っているわけではありませんがすぐにベンチで確認し合ったことは良かったと思いますそのようなプレーは怪我につながる可能性もありますから大谷選手がエンゼルスにいた時とは異なり今はドジャースでプレーしていますね彼はホームランを直接打たなくてもベースに出ることで点を取ることができます彼ののあるる打席での選択を見ると ホームランを狙っていることは明ら球で,で出塁した際にも彼は二塁打程度の打撃をしていましたが1日も早くホームランを打ちたい気持ちがうかがえますですが焦らずに頑張って欲しいですね。彼ならきっともうすぐホームランを打つことができるでしょうからそしてこのシーズンには3-00を打つことも夢ではない気がします。ドジャースのの番、2番、3番のトリオは まさに脅威そのものですね山川です大谷翔平選手が打席に立った時のことを考えるとワクワクしてきます彼がホームでの初打席でスタンディングオベーションを受けた瞬間は感動的でしたドジャースファンにとってこれがまさに待ち望んだ答えですよね新しいホームでホームランやヒットを量産してほしいものです大谷選手のような素晴らしいバッターがいるとチームにとってもファンにとっても大きな魅力です ドジャースの試合を見るたびに、そのチームの強さと選手たちの才能には驚かされます。大谷選手がこれからどんな活躍を見せてくれるのか、楽しみで仕方ありません。